利用できるものは利用するだけ利用して、最後はポイよ。今アクシズ教に入信すると、水着の美人プリーストとお近づきになれますよ。私もクエストに連れて行ってください。きっとお役に立てるはずですから。このスパ、トロールたちがまた襲ってきたようでして、カズマさんに。やだ。これまでに何体もトロールを倒してきた優秀な冒険者の佐藤一馬さんにクエストを。いやだ。こんな暑い真夏日に誰が好き好んで暑苦しい脂肪だらけのトロールたちを相手にするって言うんだ。それは困りましたね。何でもそのトロールたち、踊り子のアクセルハーツを狙っているという噂があるのですが。またダニエルの差し金か。プロデューサーとして無視はできないな。わかりました、行きますよ。ありがとうございます。トロールの出没地点なのですが、この海のあたりでして。海？馬車はギルド側で用意してくれよ。待ってください、その馬車に私も乗せてもらいましょうか。セシリ、急に現れて何を言ってんだお前は。私もクエストを手伝うと言っているんですよ。プリーストとしてお役に立ちますから連れて行ってください。失礼、美人プリーストでした。よし、着いたぞ。照りつける太陽に寄せては返す波の音。うーん、夏ね。暑い。海に来てまでこの格好は。仕方ないだろう。今日の目的はトロール退治なのだからな。そうそう、俺たちは遊びに来たわけじゃ。皆さん、何を険しい顔してらっしゃるんですか。早くこっちに来てくださいよ。なんで水着、なんで海で遊んでるんだ。あら、お姉さんの水着姿に興奮しちゃった。そうじゃなくて呆れてんだよ。いいの、私も水着持ってくればよかったかしら。なかなかハレンチな水着だな。私があれを着れば男どもの視線を。皆さんで遊びましょうよ。遊ぶのはクエストが終わった後にしましょう。まずはトロール退治が先です。もうメグミンさんたら真面目なんだから。でもそんなところも可愛いよ。それにしても本当にこんなところにトロールなんているのだろうか。ギルドのお姉さんはアクセルハーツが狙われてるって言ってたけど、もしかして担がれたんじゃない。アクセルハーツを狙っている連中がこんなところにいるなんて。こんな暑さじゃ真面目に働く気になんねえよ。ほんとそれマジ暑すぎ。しゃあ、もう一泳ぎするか。うわいたわね。しかもかなり気を抜いて。ちょっとそこのトロールさん、ビーチを占拠したらダメよ。急に凄み出したわね。さっきまで気を抜いてたのに。まさか私の水着姿がトロールたちまで興奮させたとか。多分違う。この芝が片付いたら、メグミンさんにも水着になってもらいましょう。私もクエストに連れて行ってください。きっとお役に立てるはずですから。クエストが片付いたら